姉さん、ひねさん、リオさん、私は大丈夫です。それより旦那様が、親父が、来るな、リオ。もう一度尋ねる。鏡はどこだ。答える気はない。親父、あと友を、
愛すべき友を持て。おやじ、おやじ、おやじ。リョウさん、まだ起きては。平気だよ。イネさんこそ大丈夫なのか。はい、何かしていないとかえって気がめいて。そうか、でも無理はダメだよ。はい、そうそう、これを。今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば福さんは。福原さんなら道場にいると思いますが。そうか、ありがとう。リョウさん、いいんですか？心配ない。それより、あの男のことだけど。あの男？ああ。乱帝と呼ばれていたやつだ。親父と何を話してた？鏡をよこせと。俺、その後、道場から放り出されて。黒い服のやつらは、なんて名乗ってた？それが、突然現れて、何も。そうか。ありがとう、福さん。どんな些細なことでもいい。何か思い出したら教えてくれ。リョウさん。
なんでそんなことを。リョウさん、どこに。まさかあいつらを探しに。やめてください。先生を倒したほどの者たちですよ。俺の目の前で親父は殺されたんだ。仇は俺が取る。親父のためにしてやれることはそれしかないんだ。めぐみちゃんか。猫がいるのか。お兄ちゃん、めぐみのママに内緒にしてくれる。ああ。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。めぐみちゃんの猫かい。違うの。この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち。ママ猫が車にひかれちゃったの。めぐみのお姉ちゃんが見てたの。大きい黒い車だったんだって。黒い車。すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫のお墓作ったの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってあげるんだ。でもめぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。それでここで飼ってるのかい。うん、みんなもお手伝いしてくれるんだ。コウタ兄ちゃんとね、ヤスお兄ちゃん、カヨちゃんも。そうか。猫ちゃん元気ないんだ。お腹空いてんのかな。ちょっと待ってな。うん。こうやって食べやすくしてあげるんだ。まだ子猫なのに一人ぼっちか。ひどいよね。山岸のおじいちゃんも惹かれそうになったんだって。山岸さんは。ピューって車が来てね、びっくりして転んじゃったんだって。お尻が痛くてずっとお家にいるんだよ。めぐみ、お菓子屋さんへ行くときね、いつもおじいちゃんとこ寄るんだ。そうか、近くだからな。めぐみちゃんも車には気をつけるんだよ。はい。じゃあ今ちょっと急いでるから。あ、猫ちゃんの名前一緒に考えようよ。そうだな、いいのを思いついたらまた来るよ。きっとだからね。バイバイお兄ちゃん。バイバイ。
とすいません。はい。この表札はなんて？田島さんですね。そうですか。山本さんのお宅に行きたいんですが、何分目が悪くて。わかりました。俺が探してきます。この先の公園で待っててください。すいませんね、ご親切に。よろしくお願いします。山本さんってどこだったかな。お母さんを連れてくるか。おばあさん、見つかりましたよ。そうですか、ありがとうございます。ここです。どうもお忙しいところをありがとうございます。じゃあ、俺はこれで。今時珍しい優しい子だね。山岸さん。おお、りょうくんか。年の方はもういいんですか。ああ、かなり良くなったが、なぜそれ。車にはねられそうになったって近所で聞きました。めぐみちゃんかすみやさん。しかしとんでもないやつじゃった。その時のことを聞かせてください。うん、桜ヶ丘公園の角を猛スピードで黒い車が走ってきての、ドブ板の方へ走っていったのだ。黒い車、ナンバーとかは。何しろあの雪じゃったからな。深くにも転んでしまって、それどころではなかった。そうですか。
ちゃう。やあ、葉月くんか。雪の日にドブ板近辺で黒い車を見ませんでしたか。黒い車？猛スピードで走っていったとか、何か心当たりがあれば。僕には覚えないね。そうですか。トム。はい、リョウ。聞いたよ、リョウのファーザーのこと。トムのスペシャルドッグ食べて元気出すねん。ありがとう、今度もらうよ。それよりもあの日、何か変わったことはなかったかな。Nothing。 そうか、何か思い出したら教えてくれ。 OK、 OK ね。葉月くん、少し落ち着いた？ああ。私にできることがあったら何でも言ってね。ああ。あの日、黒い車を見なかった。黒い車？ああ、この辺じゃあまり見かけない車だ。あ、私、それらしい車に泥をはねられたわ。本当か？ええ。乗ってたやつを見たか？ううん、そこまでは。でも、トムさんが黒い車の人と言い合いになったって噂を聞いたわ。トムって、ホットドッグ屋の？そう。その車がどうかしたの？いや、じゃあまた。葉月くん。ん？元気出してね。ああ、それじゃ。トム。Hey, Ryo! 黒服の奴らのことを教えてくれ。What? 原崎に聞いたんだ。あの日、黒い車と揉めたって。No. 覚えてないね。親父を殺した連中かもしれないんだ。Father? Ryo の？頼む。どんなことでもいい。OK! 話すよ。乗っていたのは、どんなやつだった？見かけない服の男、座ってたね。どんな服だ？ディープグリーン、ベルベットタイプで、チャイニーズが着るような服よ。乱定だ。何があったんだ？お客さんぶつかりそうになって文句言ったね。でもすごい目で睨まれて、あんなクールな殺気は初めてよ。奴らのことで他に覚えてることは？ No。 チャイニーズのことはチャイニーズに聞くね。中国人に知り合いはいないか？ Sorry, nothing. But そこの旅行会社だったらチャイニーズの客来るね。トムもチャイニーズ調べてみるよ。またここに来るね。ああ。おい、ちょっと待ちな。あずき、俺にぶつかっといて挨拶もねえのか？えのきさんに詫び入れろ。それともここで勝負しようってか？相手してる暇はない。俺に構うな。そうはいかねえぜ。やりやがったな。なんてやつだ。
前らを相手にしてる時間はないんだ。はい、すいません。もう二度と俺に構わない。いいな。わかりました。大丈夫か。しっかりしろ。はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしてあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が。ええ。ああ、いや、中国人みんな悪い人間と違う。悪いよ。分かってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても、昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たちわからない。そうですか。あんた、関東の人たち教えるよろしい。ああ、山東。山東？山東って三つの刀と書いて山東言われ、三つの商売意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売やる。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああ、そうか。日本に来て商売する中国人、大体三頭ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら山東に聞くよろしい。この辺りにいる山東の人たちって。床屋さんなら前田さん、仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、料理人なら万福家に聞くよろしい。山東の人なら中国人のことよく知ってる。ある。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある。最近店開けてないよ。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹店ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。やってないのか。
しまってもさん、リョウ、どうした？そうだ、リョウに似合いそうなジーンズ入ってるぞ。まあ試しに履いてみろよ。いえ、今度にします。そうか、それじゃ。申し訳ない。最近疲れ気味でね、あんまり話をする気分じゃないんだよ。いや、いらっしゃい。おじさん、三頭って知ってます？ようちゃん、誰から聞いた？父さんからです。そっかそっか。それで三頭関係の中国人を探してるんです。だったら、リュウさんに聞いてみなさい。リュウさんですか？そうそう、理髪店の。わかりました。でも糸井さん、どうして三頭？昔中国人だったからだよ。日本に帰化したんだ。中国にいた時の名は蘇建長。そうだったんですか。ありがとうございました。それじゃ。こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日はどのように？いえ、違うんです。中国人のことをお聞きしたくて。あなたは？葉月と言います。山の瀬の葉月武官の。葉月さん。ほら、あなた、新聞に出てた雪の日の。ああ、いろいろ大変だったようですね。蘭亭という中国人を探しているんです。父さんたち三頭の方々はみんな劉さんが詳しいだろうと。父さんの紹介だったんですか。中国人といっても私は二世なので、あなたのご期待には。あなた、みんなお父様のことをおっしゃってるんじゃない？ああ、そうか。その方は？
80になる私の父です。戦前から横浜で商売していたので、確かに父なら。風邪をこじらせて入院してて、昨日退院したところなんですよ。いろいろあって店を休んでしまって。もう大丈夫なんですか？ピンピンしてますよ。スズメ公園で久々に体でも動かしてるんじゃないかしら。スズメ公園ですか。ぐるっとドブ板を一周散歩してお蕎麦屋に寄るのが日課で。ありがとうございます。行って訪ねてみます。あの、リュウさんですか？そうだな、君は？ハズキと言います。山の瀬のハズキ部下の。ああ、噂には聞いている。お気の毒だったが、何か用かね？乱帝と名乗る中国人を探してるんです。アジイチの父さんたち三頭の方々が、リュウさんなら何かご存知だろう。君は三頭を知っているのかね？理髪師、調理師、仕立て師を指すと。さよう。いつ何時刺客に狙われるやもしれない皇帝をカミソリ、包丁、ハサミを持ってお守りした誇り高い仕事師たちだ。乱帝のことですが。その呼び名から察するに、おそらく中国の闇の組織のものだろう。あるいはチャイニーズマフィアか。そんな奴らがこの横須賀に。正規の入国手続きを踏まずとも、港を拠点に活動を広げられるからだ。近辺の船員に聞いてみなさい。必ず何か知っている。船員か。探してみます。本当にありがとうございました。頑張りなさい。ダーツ1回100円。やってみるか。外れか。いい感じだ。当たった。最後か。当たった。おう、ハイスコアか。
どうしようか。ここまでにするか。面白そうだな。買ってみるか。もう少し遊ぶか。こいつは続けてみるか。やめとくか。
1回100円か。やってみるか。ちょっといいかな。へい、ボーイが何か言ってるぜ。あんたたち、船員か。さてどうかな。え、ボーイ、ゲームしないか。ゲーム？ワンショットとしたら、ユーの勝ち。何でも答えるね。外したら、ミーの勝ち。ユー、パーベンをおごる。オッケー？わかった。落とせばいいんだな。Try your luck.
ブボ。俺が勝てば教えてくれる約束だったな。お前たちは船員か？ No。 ミーたちはビスのクルーだよ。お金がないセーラーマンはハートビーツで飲んでるよ。ハートビーツ。 Hey、 Next one game。 Come on。 親父さん。おう、亮か。いろいろと大変だったみたいだな。ええ。体はもういいのか？ええ、だいぶ良くなりました。あまり無理するんじゃねえぞ。どけよ。 What? Go home! Hey you! いらっしゃい。スクールボーイにはミルクがお似合いだぜ。あいつらは船員か？さあな。中国に出入りしてる船員を探してるんだ。坊主、刑事ドラマの真似ならよそでやんな。俺に構うな。ガキのくせに生意気な。見てえの見てえのか？ほら！You fresh?その辺にしときな。ずいぶん派手にやってくれたな、坊や。俺は中国の組織について知りたいだけだ。教えてやる。え？その代わり二度と顔を出すな。分かった。チャーリーって男を探せ。チャーリー？やつは密輸ブローカーで裏の世界に顔が利く。その中国の組織ってやつも知っているはずだ。どこにいる？やつの愛車はハーレーだ。その辺のバイクショップを当たってみな。チャーリーの格好は？やつはいつもぶら下げ黒い革ジャンだ。それと腕に入れ墨を入れてたな。腕に入れ墨。話は終わりだ。消えな。親父さん。亮か。チャーリーって男を知りませんか？チャーリー？知ってるんですか？ファッションだけでバイクに乗ってる嫌な野郎さ。本当のバイク乗りじゃねえよ。どこに住んでるか分かりますか？さあなあ、たまに来るだけだし。そうだ、鶴岡んとこに行ってみな。鶴岡さんってスカジャン屋の？やつんとこにたまに顔を出すって言ってたぜ。わかりました。
開いてないのか。栗田さん。よう、あんたか。チャーリーって男を知りませんか。え、チャーリー？黒の革ジャンにサングラスで腕に入れ墨があるんです。たまに店の前うろついてるやつだ。買う気もねえくせに売り物に文句垂れていきやがる。チャーリーはいつここに？大抵スカジャン屋覗いた後でうちにフラフラ寄ってくるんだ。そういうやつはクブクリン冷やかしなんだよね。そうですか。Thank you.